母さん、あの授業参観のことなんだけど。うるさい、話しかけてこないで。ほんと鬱陶しい、あんたたちさえいなきゃ。産まなきゃよかった。うるさいわね、話しかけない。ああまた濡れたシーツ持ってきて。じゃあ一緒に下に行こう。洗濯の仕方を教えてあげる。そのシーツを洗濯機に入れて、入れたら電源入れて。電源はその入りボタンね。その次にスタートボタンを押し、それで洗濯ができるから。簡単でしょ？忘れたらまた聞いて。もう一回やってみて。仕方は分かった？これから洗濯はレンヤが担当ね。レンヤ？あと少しでできる。その間に洗濯物。ご飯できたよ。早くおいで。久しぶりにカレー作ってみたんだけど、どう？材料準備するの大変だったんだよ。感謝して食べな。そのテスト汚さないでよ。でしょ？お母さん帰ってくるに決まってるじゃん。100点のテスト見たらきっとよ。何言ってんの？お母さんは必要。普通じゃない？子供なんだからお母さんさえ。
除の時間になりました。皆さん掃除をしましょう。ちゃんって苦手なんだよ。別に怖いわけじゃないんだ。頼むよ。友達レイヤ君のくせにな。それが終わったら帰るぞ。Thank you.
消しゴム見つけてくれた、ありがとう。じゃあ玄関で待ってるね。あさかちゃんに傘返して。じゃあ帰ろうぜ。玄関。お姫ちゃんとマサヒロ、よし、みんな集まったな。じゃあ帰る。何もしてねえよ。じゃあなんで怒ったの？刑事くん、余計なこと聞くなよ。余計じゃないよ。何もしてないのに怒るわけないよ。それは怒るよ、特に朝香ちゃんは。いや、だって朝香ちゃんに明日謝った方がいいんじゃない？そうだよ、それがいいよ。ここでかくれんぼしようぜ。そうだね。公園の外に出る。じゃんけんで鬼決め。じゃあ最初は、じゃんけんぽん。
まだだよ。もういいよ。僕は草刑事くん。ごめんごめん。なんだ僕。え。ねえねえ、僕も混ぜてよ。え、何このおっさん。ねえねえ、一緒に遊ぼう。おい、ねえ。ありがとう。しゃあないな。じゃあ、おっさん。わかった。おっさんは大人だからコンテナ数えろよ。わかった。おい、今のうちに帰るぞ。あんなキモいおっさんに付き合う。ほら、逃げるぞ。ここまで来ればあのおっさん負けた。なんだ、一人で。じゃあ帰る。ねえ、もしも不審者が来たらどうする？不審者ってさっきのおっさんのことか？あの人じゃなくても、もしもだよ。不審者って何するの？誘拐？誘拐してどうするの？金かよ。俺んち金持ちだから気をつけないと。私の家はそんなにお金ないと思うから大丈夫かな。蓮也君が買い物してくるって。この店でビビってんのか。じゃあ取ってこ。Thank you.
できる。このことは内緒にしといてやるよ。ねえねえ、さっきのおじさん店に入って、それならよかった。じゃあ帰るぞ。オレンジ着いたわ。なんか最近お前なんかあったら言えよ。俺たち親友だろ。じゃあな、また明日な。僕も家着いた。じゃあまた明日。さっきの誘拐の話だけど、こんな田舎で誘拐なんてあるのかな。そうだよね。ああ、安心した。面白くないよ。なんかピエロも出るって、最近みんな言ってるし。怖いなぁ。レイヤ君のお姉ちゃんって最近みんなどうしたの？なんでそんな言い方するの？そんなことないと思う。私のお母さん、児童相談、働いてるんだって。小学生とかの相談とか聞いてくれ。なんかあったら、うちにおいでよ。でも、お母さん、すごく、私もあんまり話できてなくって。じゃあ、帰るね。
うしたの？私はおじさんに誘拐してもらったの。レンヤも私が誘拐するように頼んだのよ。こうやってすればそのうちお母さんが気づいてくれるでしょ。そうしたらお母さんだって私を見てくれる。どこに行くんだい？お姉ちゃんが心配するよ。おとなしくしときなさい。おじさんは私の言うことを何でも聞いてくれるの。お母さんが私のことを見るようになるまで、レンヤは。
ゆずかな。
してすみません。いえいえ、二人とも特に怪我な、二人とも来て。私たちはそうやって私警察に呼び出されるなんて初めてよ。ああ恥かいた。私だって暇じゃないんだから。どうでもいいあんたたちのために、なんで私、二度と私の手間を煩わせないで。なんで、お帰りなさい。学校どうだった？あの時はいろいろあったね。でもこの暮らし楽しいよね。レンヤはお母さんのこと怖がってたしね。
私がこの子たちを見ますので連れて帰ります。私はこの子たちの母親なので。さつこ、レイヤ、行くわよ。あんたたちどうしてこうなったわけ？どこにいたのよ？ねえ、サキコ、答えなさい。あ、おじさんの家。私が頼んで誘拐してもらったの。あ？誘拐？なんてことしてくれてんのよ。お母さん、違うの。うるさい！サキコは黙って。私の子供を誘拐して私に迷惑をかけるなんて、いい度胸してるじゃない。他人の家庭事情に首突っ込む。この子たちは二人で生きていけるってのに。余計このままじゃ気が収まらない。誘拐犯ね、こっち向きなさいよ。私の子供をな、あんたがどう、この子たち、母親である私だけがこの子たちを好きにしていいの。子供は親の言うことだけただ聞いてればいいの。子供にとってのし、あんたには分かんないでしょうがね。ねえ、聞いてんの？ねえ。Thank you.